切手の博物館は一般財団法人水原フィラテリー財団が運営する東京都豊島区所在の切手関係の専門博物館、東京都の登録博物館。外観全景写真1988年に設立された旧郵政証書館の財団法人フィラテリーセンターを前身とする。渋谷区代々木の有志会館内にあったが、再開発に伴い1996年に JR 東日本が所有していた現在地へ移転した。2000年に財団法人切手の博物館と名称変更、中央省庁再編に伴い2001年より総務省所管、2013年4月1日より一般財団法人切手の博物館、2018年より財団名称を一般財団法人水原フィラテリー財団に変更し、現在に至る。日本及び世界各国の郵便切手収集に関する文献について、資料の収集、保存、展示、調査研究等がなされている。開かれた運営、資料を探求し、次世代に伝える知的な刺激や楽しみを分かち合う施設を標榜している。万国郵便連合加盟の日本及び外国切手を約35万種、カバー類を約1万5千枚、図書約1万冊、雑誌、オークション誌を約1500種以上所蔵している。館内は3ヶ月ごとに展示替えされる企画展示とミュージアムショップがあるエキジビションゾーン、図書室と当館創設者の故、水原明総記念コーナーがあるライブラリーゾーンによって構成されている。図書室には世界最初の切手であるペニーブラックや日本最初の切手である辰史切手が展示されている。3階のスペース 1.2 では夏休み期間、クリスマスなど期間を限って行う特別展が開催されるほか、切手バザールなど様々なイベントが行われている。なお、館内には公益財団法人日本有志協会など、有志関係の事務局もある。正面入り口の前には、梅津和夫のデザインした、まことちゃんポストが立つ。梅津が東博物館のある、豊島区目白に3年間住んでいたことがあるという縁で制作され、2016年5月に設置された。梅津のトレードカラーである赤と白のボーダーに、桑子、佐原の手のポーズ、投函口の下にはまことちゃんの目というデザインである。まことちゃんポスト。ありがとうございます。